孫良波、所属不明、正体不明の暗殺者。シャトー・ダンクワース。孫良波と幾度か取引交渉を成立させている新米スタッフ。幼い頃に事件に巻き込まれた形跡があり、名前以外の記憶を失っている。わからないことばかりなんです。名前も親もふるさとも。17年前、南部の田舎町で事件は起きた。不審車両に身元不明の少年の遺体、そして身元不明の女児が一人。主人と私が取り上げてしまったから、まだ小さかったあの子の名前も過去も何もかも。とりわけ不可解なことが一つ。事件の発端となった少年の遺体は最終的に身元不明扱いとなる。女児と同じく所持品にあった身分証の人物は存在しないとされたのだ。記されていた名は孫良波。殺したんです。昔孫良波という人。ずっと忘れずにいたんだね、この名前を。シャトー・ダンクワース、孫良波、この2名どっちから殺します？次男なんかより俺の方がちゃんとできる。孫良波、あんた一体何者だ？私のために働いてくれるか、孫良波。ごめんね、そっとしておいてあげられなくて。ごめん、どうしても放っておけなかった。また君を見つけてしまったから。